リエイター兼ワードプレス専門家のゆかです。今回はワードプレスの固定ページの使い方について詳しく解説します。というのもワードプレス初心者さんで固定ページって何、どういう時に使うのって思ってる方が多いみたいなんですよね。この動画を見れば固定ページの作成方法や投稿ページとの違いをですね、しっかり理解できるようになります。それでは始めていきましょう。では早速解説をしていきたいところですが、この動画が参考になりましたらチャンネル登録や高評価などお願いいたします。今メルマガ登録でワードプレス立ち上げマニュアルや Google アナリティクス設定マニュアルをプレゼントしているので概要欄からチェックしてみてください。はい、ではこの動画でわかることってということで、今回はワードプレスの固定ページとはで、固定ページの主な用途で、固定ページの使い方、投稿ページとの主な違い、固定ページの作成手順の実演、固定ページの活用方法、固定ページから投稿ページへの変換ということで、お話をしていきます。ではまず最初ですね、固定ページとは何かについて、簡単に説明していきます。固定ページはブログ記事とは別に独立したページを作成するための機能です。例えば運営者情報やお問い合わせページ、プライバシーポリシーなどが該当します。これらのページはブログ記事とは異なり、時系列に沿って更新されるものではなく、サイト内で固定的に使用されるものとなっております。ではここから固定ページの主な用途というところで見ていきましょう。固定ページの主な用途としてはプロフィールページですね。サイト運営者の情報が書かれたページになります。で続いてお問い合わせフォームですね。訪問者さんが連絡するためのページになっております。何か気になることがあった時に、サイト運営者に連絡をするためのページですね。でプライバシーポリシーです。個人情報の取り扱いについてとかをですね、記載されたページになっております。で面積事項ですね、サイトの利用に関する注意事項っていうのが記載されたページです。でサイトマップです。サイトマップは、そのサイト内に書かれているページ一覧、ブログの記事とかですね、固定ページとか、そういったものを表示させるためのページです。今ここに出している固定ページの主な用途、これすべて作っておかなければならないかというと、まあそれぞれサイト、運用方法とか違うと思うので、なのでこれが全部いるわけではないです。例えばということで、固定ページはこんなページを作りますよということで、ご紹介しております。こういったページはブログ記事とは異なり、固定的な情報というのを提供するために使われるページとなっております。続いては、投稿と固定ページの主な違いについてを詳しくお話ししていきたいと思います。はい、固定ページと投稿ページの違いというところで、主に4つあります。まず1つ目がカテゴリーやタグに属さないということで、固定ページはブログ記事みたいにカテゴリーとかタグで整理することができないです。ここに書かれているように、トップページがありまして、その下にカテゴリーというのがあります。そしてその中に、記事とかブログ記事で更新していったものって投稿ページとしてですね、こう並んでいく、カテゴリーごとに分かれて、記事っていうのは属していきます。ですが、固定ページっていうのはこちらに記しているようにカテゴリーとかこれ以外にタグっていうのもあるんですけど、タグの中とかにはこう属さないページになります。こういった独立したページが固定ページです。では続いて投稿一覧ページに表示されないということで、固定ページはブログ記事一覧には表示されません。あくまで独立したページとして扱われます。ですので、記事をブログ記事、投稿ページとかは、こう、更新、記事を更新していくと、記事一覧ページにずらずらっと表示されるんですけども、固定ページはそういったところには表示することはないです。はい、では続いて、親子関係を作ることができるっていうところですね。固定ページは、他に作った固定ページと親子関係っていうのを作ることができます。こういった独立したページなんですけども、この独立したページの下に子供みたいな形で固定ページをまた配置するっていうことができます。例えばサービスページっていうのがあったとしたら、その下に料金ページを配置するみたいなイメージですね。この大元が
サービスページっていうところで、まあ、そのサービスページの中に料金ページみたいなことを配置するのが親子関係になっております。で、4つ目がフィードで配信されないということで、まあ、固定ページはブログのフィード RSS に配信されないため、最新の記事として表示されるということはありません。通常投稿ページは更新するとフィードに配信されて、最新情報が更新されたよっていうのがどんどんこう RSS に飛んでいくんですけども、固定ページっていうのはそういった風に RSS のフィードとかでは配信されないっていう形ですね。あくまでも固定ページはその投稿ページのように最新記事っていう概念がないので、まあ、そういった感じでフィードの方には飛んでいかないという形ですね。それでは次に固定ページの作成手順の実演ということで、実際に固定ページを作る手順をご紹介していきたいと思います。実際にですね、作るページ、今回はお問い合わせページを作っていきます。お問い合わせページだと、まあ、どんなブログでも、お問い合わせページは設置するかなというところで、まあ、今回簡単にではあるんですけども、お問い合わせページの作り方っていうのを実演していきたいと思います。もっともっと詳しくお問い合わせページを作っていくっていう方法を知りたい方はですね、別の動画がありますので、そちらの動画をご覧になってください。それではちょっと画面をワードプレスにですね切り替えて、お話をしていきます。はい、ではですね、こちらが私のテストブログの、ワードプレスのダッシュボードに来ました。ではここから固定ページの作成手順を説明していきたいと思います。で、今回お問い合わせページを作りますということで、まずはお問い合わせページのプラグインから必要になってきますので、それをちょっと入れていきたいと思います。お問い合わせページを作る際には必ずお問い合わせページを作るためのプラグインが必要になりますので、まずはそちらを入れていきます。で、プラグインを導入したいので、左側のメニューのこうプラグインというところから、新規プラグイン追加をクリックしていきます。で、お問い合わせ用のプラグインなので、有名なものとしては、コンタクトフォーム7とか、あと WP フォームズというものがあります。よくこうブログで使われているようなプラグインを使っていくのがおすすめなので、今回私が、入れていくのは、コンタクトフォーム7というのを探して入れていきたいと思います。で、プラグインの新規追加ページを開きましたら、このプラグインの検索のところにですね、コンタクトフォームと入れます。コンタクトフォーム7ですね、今回は。はい、コンタクトフォーム7ですね、探すと、このような山、富士山のマークが書かれたものがあります。これを、今すぐインストールをしていきます。もうちょっとすでにインストールされていて、まあ、このような形でインストールっていう文字は出てないんですけども、まあ、通常今すぐインストールっていうボタンになってると思いますので、それをクリックしてください。そうしましたら、このような形で有効化っていう表示に変わりますので、これをクリックします。プラグインは必ず有効化をクリックしないと、プラグインの機能が使えませんので、必ず有効化をしてください。プラグインですね、お問い合わせフォームのプラグインを入れましたら、ここに1個お問い合わせというメニューが追加になります。なので、このお問い合わせをクリックします。で、コンタクトフォーム7というのは、初めからデフォルトの状態でコンタクトフォームというのを1個だけこう作ってくれています。ですので、このまま使っていただくっていうことができるので、今回このコンタクトフォームというのをそのまま使いたいと思います。中のですね、コンタクトフォームの細かいこういう設定ですね、こういったところは別で解説していますので、そちらの解説を見ていただければと思います。今回このコンタクトフォームというデフォルトのものを使ってお問い合わせページを作ります。ではこの、コンタクトフォームの文を使っていくので、そのまま固定ページを新規追加で、作っていきます。固定ページというのが左側のメニューにありますので、これの、新規固定ページを追加というところをクリックしてください。そうしましたら、新規のですね、固定ページ作成の編集画面が開きますので、まずはタイトルを追加のところに、問い合わせと入れていきます。これは好きなように入れていただいて構いません。お問い合わせページが開いた時に一番最初に出てくるこういうタイトルの部分になりますので、好きなように入れてください。お問い合わせページでもいいし、お問い合わせのみでもいいし、
コンタクトフォームとかでもいいですし、まあ、好きな形で入れてあげてください。そうしましたら次に先ほどの、お問い合わせプラグインを入れた時の追加されてたコンタクトフォームというデフォルトのですね、お問い合わせをここに設置していきますので、左側のこのプラスボタンをクリックします。そこからコンタクトフォームのマークを探してください。ここにありますウィジェットですね。でこれでコンタクトフォームのウィジェットのところで押しますね。そうするとここにコンタクトフォームのウィジェットが入るので、これからコンタクトフォームの選択のところをクリックすると、先ほどのデフォルトで入っていたコンタクトフォームっていうのが選べる状態になっていると思います。なのでこのコンタクトフォームっていうのを選んであげてください。そしてあとはこれをもう公開するだけでお問い合わせページはできるんですけども、お問い合わせページはですね、この右側のこの編集画面の設定があるので、ここの設定を開いてあげてください。でここの固定ページという方のタブを表示させてもらって、このお問い合わせページに対してのリンク、パーマリンクっていうのを設置していきます。今このタイトルがそのままかな文字で入ってしまってるんですけども、かな文字をURL に含めるっていうのは良くないので、ここをお問い合わせページに合わせたものに変えます。例えば今回だったらコンタクトとかですかね、コンタクトとかメールとかそういったものを入れてあげれば大丈夫です。とりあえず今回コンタクトという形にします。そしたら URL ですね、このリンクの部分が出来上がりますので、これで OK です。そしてコンタクトフォームの表示、あとはもう公開を押せばこれで公開されます。何かアイキャッチとかつけたい場合はアイキャッチ設定をしていただければと思いますけども、あんまり固定ページなのでそこまで細かくアイキャッチ画像を設定しなきゃいけないというわけではないです。必ずしておきたいのはパーマリンクの部分ですね。ここを入れ替えてください。であと公開しますね。とりあえず固定ページのこんな感じでコンテンツページを表示って出ますので、ここで押していただくとお問い合わせページが完成しました。これでお問い合わせページを固定ページで作るというのがこれで完成しました。すごい簡単ですよね。投稿する流れと固定ページを作る流れってほぼほぼ変わりはありません。ちょっとだけ投稿と違うのは、固定ページってカテゴリーに属しないので、ここにカテゴリーを選ぶ枠というのはありません。なので固定ページを公開する際は必ずこのパーマリンクの部分の変更、あとはアイキャッチ画像を設定したい場合アイキャッチ画像っていうのを設定してあげてください。でもしもう固定ページでまとめ記事みたいなのを作って表示させますっていう場合は、こういう SEO の設定というのを入れていただいた方がいいです。ちょっとこれワードプレステーマコクーンを使っているので、SEO タイトルとかメタディスプリクションって入れる枠がすぐ出てくるんですけども、もしこの、固定ページを、まあ、投稿のような形でまとめ記事を表示させるよみたいな形で使う場合は SEO の設定もしていただいた方がいいです。このお話に関しては固定ページでまとめ記事を作ってトップページに表示させるみたいな解説動画を作っているので、まあ、そちらを見ていただくとこの辺の SEO のこの設定についてのお話はしてるんですけども、もしも投稿ページのような形で固定ページを使うっていう場合はここまで設定をしてあげた方がいいです。基本的にはこの固定ページでやっていくのは、まあ、タイトルを入れてここに表示させたいものを入れて入力して、あと固定ページのこの設定のリンク変えて、あとはアイキャッチいる場合はアイキャッチ設定してあげてっていう形になります。あと公開したらもう公開できますので、固定ページの作成っていうのは以上です。そんなに難しくないと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。それではちょっとまた資料の方に戻ってきて、固定ページの活用方法ということでご紹介をしたいと思います。固定ページは投稿との違い、投稿ページとの違いでお伝えした通り、カテゴリーに属さないフィードに表示することのない単体のページになります。なので固定ページを作った場合に、どこかメニューに追加をしたりだとか、トップページにリンクとかそういう形で設置してあげる必要があるんですね。なので固定ページの活用方法としては2つありまして、サイト内のナビゲーションっていうのを追加するのと、トップページのレイアウトの中に固定ページのリンクを設置するみたいなやり方があります。
で、これをちょっと、また実際の画面ですね、お見せしながら説明したいと思います。ではまたちょっと実際のワードプレスの画面に行きまして、メニューに、じゃあちょっと固定ページを表示させていくっていうことで、ナビゲーションメニューのところに、固定ページを表示させる方法を解説をしていきます。左側のメニューの外観にあるメニューというところですね、こちらを開きます。このメニューというのは、ヘッダーにつけるメニューだったり、フッターにつけるメニューっていうのを作ることができるところになっております。まあ、例えば、ちょっとお見せした方がいいと思うんで、ここの上側にあるホームとかプロフィールとかブログとかサイトマップみたいな、ここの上側のメニューだったり、下側にあるこういうホームとかプライバシーっていうところですね。こういうところに、メニューが設置できます。こういうのはだいたい先ほども、お話しした通り、固定ページで作るページっていうのがだいたいの上側に設置されているものになります。サイトマップページだったり、プロフィールページだったりですね。これを、じゃあさっき作ったお問い合わせページ、ここないので、お問い合わせページもこういうところに入れてあげないと、お問い合わせページってどこにも出てきてくれないんですよね。なので、じゃあお問い合わせページを設置していきたいと思います。ダッシュボードに入ってきまして、外観のメニュー開けます。で、まずこのヘッダーとかフッターのメニューっていうのが、まだ何にも作ってない状態の方は、まず新しいメニューを作成しましょう。で、メニューを作ってください。メニュー名が、上側に表示させたいメニューであれば、ヘッダーメニューとか、下側に表示させたいメニューだったら、フッターメニューみたいな形で、名前をつけてあげます。そして、メニューの設定のところで、まあ、上側のメニューだったら、ヘッダーにチェックを入れる。フッターの方に表示させたいメニューだったら、フッターのメニューにチェックを入れるという形になります。私はちょっとヘッダーもフッターも作ってある状態なので、ちょっとこのヘッダーのメニューを選択して開いていきます。そしたら先ほどお見せしたように、ホーム、プロフィール、ブログ、サイトマップという上側に表示させてたメニューのところが出てくるんですね。じゃあこれにお問い合わせというのを追加していきたいので、まあ、先ほど作ったお問い合わせページという固定ページがあるんですけど、これにチェックを入れて、で、これでメニューに追加、ここをクリックしてあげます。そうするとここにお問い合わせページっていうのが入ってきますんで、これでもメニューを保存をします。はい。このホーム、プロフィール、ブログ、サイトマップの一番端っこにお問い合わせページっていうものが来ました。ちょっとお問い合わせページのページはいらないんで、ページは消してもう一回保存かけたいと思います。この、ここ開けてもらうと、ナビゲーションラベルっていうところ、これが上側に表示させる表示の内容になりますので、もしね、ここの表示、させたい内容を変えたい場合はラベルのところを変えてあげてください。で、これ今もう保存かけたので、実際の画面を見ていきたいと思います。で、お問い合わせっていう形で、はい、変わってるので、これで OK です。ここで押していただくと、先ほど作ったお問い合わせページっていうのが表示されるようになりました。固定ページは単体ですね。単体のページとして、何かこういうメニューとかに表示してあげないと、どこにも出てきてくれないので、なので、お問い合わせページは作った後は必ず上側のメニューだったり、下側のメニューにですね、必ず入れてあげるようにしてください。っていうのが、まずナビゲーションメニューのところに表示させる方法です。あとはトップページとかに表示させるっていうことで、こういうトップページとかは自由に結構カスタマイズができるんですよね、トップページというのは。こういうところにお問い合わせページを設置するっていうことも可能です。私今これテストサイトのトップページは、固定ページのまとめページみたいな感じのを作って設置してるんですけども、通常はこれってブログ記事一覧っていうのが出てきてると思います。で、ブログ記事一覧のなんか下の方とか上の方とか表示ですね、追加させたい場合は、ウィジェットっていうのを使っていきます。大体、ワードプレステーマはね、このウィジェットで、トップページ下とか、トップページ上とか、そういったメニューがあるんですよね。コクンなので、コンテンツ上部とかかな。コンテンツ下部とか、コンテンツ上部とかですね。そういうところに、表示させるものになります。さっきコンテンツ下部のところで、メルマガっていうのをでっかいのを貼ってたんですけど、まあ、こんな感じで、お問い合わせページとかも、トップページの下の方に何か表示させたいという場合は、まあ、こういった画像とかね、バナーを作っていただいて、そこにお問い合わせのリンクを貼ることができるっていう形です。ですので、ちょっとコンテンツ下部、今回ちょっと国運なんで、コンテンツ下部になりますので、これをちょっと使ってお問い合わせページを、トップページの下の方に表示させていきたいと思います。
じゃあ、これ今回テキストっていうのを使いたいと思います。これテキストをドラッグ&ドロップで持っていってもいいし、テキストをこう開いた時にいろいろこう出てきてくれる、コンテンツ株っていうのを選んでいきたいと思います。コンテンツ株でウィジェット追加、そうしましたらこれテキスト入力する画面出てくるので、なんかメディアを追加で問い合わせのリンクを整地するための何か、なんかボタンみたいなのをちょっと作っておくといいかなというところですが、今回はちょっとそういうのがないんで、まあ、このライトのマークのちょっとでっかくなっちゃいますけど、こういった画像を設置して、で、スクリーンショットで出ちゃったので、ここを消して、この画像の上に、お問い合わせのリンク貼りたいというところですね。これセンターの中央ドレーに敷いておいて、で、ここにリンク、画像の上、こう画像選択した状態でリンクを押すと、ここにリンクが入れられるわけですね。で、先ほどコンタクトフォームって、コンタクトという名前で付けたと思います。リンクのところ、パーマリンクですね。そうすると、コンタクトっていうパーマリンク入れてたら、こんな感じでお問い合わせが簡単に選べる状態になりますので、これで適用してあげてください。そして保存。一度またちょっと表示をさせると、サイト表示で表示させると、こんなような形で、はい、これがお問い合わせのリンクがついた画像になりますんで、こんな感じで飛んでいくことができます。固定ページで作ったページっていうのは、どこかしらに設置をする必要があるっていうことは必ず覚えていってください。一般的にはこういうヘッダーとかフッターのメニューのところに表示させるっていうことが多いかなと思いますが、まあ、トップページをカスタマイズして、その中に何かこう入れていくっていうこともできますので、まあ、それはご自身がどのようなサイトを作りたいかというところで、いろいろね、どこに設置するかっていうのを考えていただければと思います。これが固定ページの活用方法ということですね。はい、ではですね、またこちら戻ってきて、固定ページから投稿ページへの変換という話をしたいと思います。固定ページで作ったページを、やっぱり投稿ページだったって言って、投稿ページに変換したいってなる場合ってあると思うんですよね。あんまりないかもしれないけど、間違って今までの、作ってたページを固定ページで作ってしまってたみたいな方とかももしかしたらいるかもしれません。ちょっと固定ページの使い方がわからなくって、とりあえず、記事を固定ページで書いてしまったみたいなことがある場合、その時にじゃあ投稿ページに変換って簡単にできないのかって思いますけど、それが簡単にできます。その方法としてはプラグインを使っていくんですけど、ポストタイプスイッチャーというプラグインを使うとすごく簡単にできます。また実際の画面をお見せした方が早いと思いますので、ちょっとダッシュボード入ってきて、プラグインの新規、プラグイン追加のところから、じゃあまずはプラグインを探したいので、ここの検索のところに、ポストタイプと入れていきます。ポストタイプって入れると、ポストタイプスイッチャーが出てくるかなと思うんですけど、これですね。PDS って書いてるやつですね。はい。これを、入れます。もうちょっと私の場合、これ有効化までされちゃってるのであれですけど、まずはインストールからしていきます。インストールというボタンを押していただいて、有効化っていう表示に変わりましたら有効化を押すと、今私の画面のように、この有効という状態になります。で、有効という状態になってから、このプラグインが使える、機能していくという形ですね。で、このポストタイプスイッチャーを入れたら、じゃあ固定ページに行きます。で、固定ページの中から、じゃあ投稿ページにしたいページがあるとして、ちょっとタイトルじゃなんかわからないんですけど、まあ、例えばこういうやつですね。厳選おすすめアフィリエイト商品まとめみたいな記事があったとします。これ、投稿ページで作ろうと思ってたのに間違って固定ページにしちゃったっていう場合、これをですね、投稿ページにする場合、これクイック編集っていうのがあって、クイック編集のこの投稿タイプを、これ、投稿っていうところに変えます。そして更新を押してあげると、これもう一回再読み込みしますね。そしたら1個消えました。これ2つさっき重なってたんですけど、1個なくなってどこに行ったかというと、投稿の一覧の方に移動してきてます。これですね。という形で、固定ページで作ってたページを投稿にするっていうのは、ポストタイプスイッチャーを使えばワンタッチでできます。ここを見てもらうと、さっき作ってたページがそっくりそのまま。こんな感じで投稿ページとして表示されるようになりました。一応確認してもらいたいのが、どこのカテゴリーに入れられているのかとかはチェックしてもらって、しっかりカテゴリー分けを改めてチェック入れてしてもらい、
リンクの部分も固定ページから引っ張っては来てくれるんですけど、もしかしたらおかしくなってる場合もあるので、これはちょっと一度確認してください。で、そしてカテゴリー と、このリンクとあとキャッチ画像、ここを確認してもらって OK であればもう一回ちょっと保存をしておきましょう。そしたら一応ね、こんな感じで、固定ページから投稿ページになったよっていうのを確認して綺麗に表示されてれば OK という形ですね。はい、このような形で簡単に、固定ページは投稿ページにできます。これ逆もできます。もちろんこれ今固定ページを投稿ページにしましたけども、これポストタイプスイッチャーは別に固定ページを投稿ページにするのみじゃなくって、投稿ページを、固定ページに戻すということももちろん可能です。なのでこういった形でもし投稿ページにしてしまったけどやっぱり固定ページだったっていう時は固定ページに戻してあげてください。これでまた固定ページに戻ってきたので、はい、このような形でここに戻ってきてますね。こっち側に2ページ目になってしまったけど、ここに、もう一回戻ってきてくれましたという感じで、投稿とか固定 の切り替えというのはプラグインを使えば簡単にできます。ポストタイプツイッチャーに関してはブログ記事を作って詳しく解説してますので、もし気になる方いらっしゃいましたらそちらのブログ記事の方もチェックしてみてください。はい、それでは今回の動画のまとめです。固定ページはプロフィールページやお問い合わせフォーム、プライバシーポリシーなど独立した情報を提供するためのページを作るということができます。投稿とは違ってカテゴリー分けができず時系列に沿って更新されるものではないということですね。固定ページですね、作り方とかも実際の画面をお見せして説明してるんですが、きっとブログ初心者さんでも固定ページって簡単に使えるので、ぜひこの動画を見ながら試してみていただければと思います。というわけで、動画が参考になったな、いいなと思いましたらチャンネル登録や高評価お願いいたします。今メルマガではブログアフィリエイトの基本知識ということで解説動画とかシークレットサイトっていうのを公開中です。概要欄からそちらもチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。